皆さんおはようございます。中島です。私はまあ年に一度ぐらいはこうやってヨガと起きる機会があるんですけど、今日はパワースポットのお作法という題で初めてランチ会をさせていただきます。そして、まあ、沖縄からいらっしゃってるここ後ろ姿先生、まだお召し替えしてないんですけど、今日は先生もちょっと、まあ、ユタさんらしい格好といいますか、そういう、まあ、お召し物を着ていただきランチ会をしたいなと思っております。で、まあ、その前にですねちょこっと気になる場所がありまして、まあ、朝からこうやって皆さんとちょっと祈願に来ております。で朝、まあ、祈願してから、戻って、レストランで今日はランチ会になっております。ということで今日の一日一魔法なんですけど、もう本当に今回いろんな方向から祈願投資をさせていただいて、で皆さんにもちょっとこうパワースポットのあり方っていうものを一から学んでいただくようなそんな、数日間になりました。そしてちょっとメルマガにも書きましたけど、31日から、今日まで、もう本当に100名近い皆さんですね、延べ数でもうほぼ96人なので、もうほぼほぼ100名に近い状況で、今回終えることができました。で、またですね今回参加していただいた方なんかはここ引き続きじゃあまたこういうとこに行った方がいいよね、iPhone にした方がいいよねってこうメッセージとかをもらってますので、引き続き皆さんまたご自身の願いを叶えるためにいろいろと邁進していただくっていう風な感じになると思います。ということで皆さん叶えたい願いってありますよね、それが一番最短で最強に叶う方法っていうのを私はもうこれからも皆さんにお届けしていきたいと思いますし、あとそうですね、こう根本的な思念ですね、感情の部分、そういうところのバランスを整えることによってもう本当にいろんなものが改善されていくっていうようなことをまた改めて、感じましたので、そのところもより分かりやすくこれからもお伝えしていきたいなと思います。ということで、今日の一日魔法なんですけど、今日意識していただきたい色はピンクなんですね。ピンクです。でそれと数字は3です。この3という数字は人気運がアップすると言われている、数字でございますので、今日はですね、まあ、ちょっとうぬぼれたりなんかしてもいいんじゃないかなと思います。もう私ってすごい、俺僕ってすごいみたいなね、そういう気持ちで一日過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思っております。ということで、また明日もお届けしたいと思います。皆様今日も良き日となりますように。